身長ビヨン医師学科学生整形外科専門医身長先生こと田辺です。いつもありがとうございます。今日もですね、身長に関することを配信していきたいと思います。身長の教え方はチャンネル登録よろしくお願いします。さて本日お話しさせていただくのは身長先生に聞けの24番目ということでね、超大人気シリーズですね。皆さんですね、身長に関する疑問ですね、コメント欄に記載していただいて、そちらの方がですねピックアップさせていただきながらですね答えていくシリーズになりますので、皆さんですね身長に関する疑問がありましたらバシバシコメント欄に記載お願いします。準備はよろしいでしょうか。ということでまずねサムネの内容をお話しさせてください。Kさんですね。以前の動画で将来大人になっても安全に伸ばす、まあ、身長ですね、伸ばすことができるようになりますかという質問があったと思うんですが、なぜ現代ではそのようなことができなく、どのような技術の発展によってそのようなことが可能になるかを具体的に教えてほしいですということですね。この内容皆さんめちゃくちゃ気になるでしょうということでね、まずはですね、身長を伸ばすっていうふうに考えたときに大きく分けて2つ考えられるわけですね。治療って意味ですけども、1つは内科的な治療、もう1つは外科的な治療って表現になってきます。で、内科的治療ってどういう意味かというと、薬をですね飲んだり注射したりして生物学的にこう伸ばしていく。一方で外科的っていうのはですね、手術をして伸ばすっていうような形になります。で、この方のですねコメントがあります通り、現代ではですねもう大人になるともう身長伸ばせないというふうに一般的に言われてます。ただし、いわゆる外科的な手術、過去にラスベガスで800万円で身長伸ばすなんてこの動画をね上げてますけども、骨を切って少しで隙間を作って髄内蹄ってですね、金属の棒を入れて人工的に骨折を作ってそれ身長を伸ばすという方法であれば大人であっても可能になります。もちろん、ね、それが推奨されるかって私も推奨しているような身ではないですけども、そういったようなことを全世界を見渡すとやってる人もいるのは事実になります。一方で大人になった時にですね、手術ではなくて伸ばす方法はないかという質問がね当然出てくると思います。これに関して言うと本当にもう難しい話で、ね、語弊が生まれると困るんですけども、おそらくですけども無理やり伸ばそうと思ったら伸ばせると私は思います。ただし安全ではないのでやらない。それはまあ過去にですね、ロバート・ワドローさんはですね、世界で一番身長が高い人、身長がですね272センチということですね。我々一般人のね身長100センチぐらいですね高いということで、ものすごく身長が高い方なんですけども、16歳で240センチ、17歳で248センチ、18歳で254センチ、最終的に272センチ。一般的にですよ、骨端線はですね16歳程度で閉じるというふうに考えられますので、おそらく骨端線が閉じてたと推定されても16歳からですね32センチ最終的に、まあ、身長伸びてるんですけども、17歳からもですね24センチ伸びてることを考えると、おそらく彼はですね骨端線が閉じた状態、いわゆる大人の状態になっても伸び続けたという表現になってくると思います。ただし彼はですね脳下垂体腫瘍というような形で、いわゆる病的に身長伸びてた、具体的な成長ホルモンがですね過剰に分泌した状態になっていると思います。つまり、まあ、過剰にですね成長ホルモンをですね骨端線閉じた状態であってもですね、まあ、無理やりですねとんでもない量を投与し続ければ身長をですね無理やり伸ばすことは可能な可能性がある。ただし一方で安全性がですね担保できないというのは推察されるわけになります。いかがでしょうか。少し難しい内容かなと思うんですけどね、振り返って、ね、もう一回お話しさせていただきたいんですけど、現時点だと、ね、ほぼ不可能でしょって表現になっていて正しいと思います。その中で外科的であれば今でも伸ばすことができる。ただし非常にですね、まあ、副作用リスク、金銭的な部分でいろんな面でリスクが高いですので、そういった人も世の中にいるというような認識で十分だと思いますし、内科的な部分ですね、無理やりやればですねもしかしたら可能になるのかもしれないですけども、体の負担が非常に大きいですので不適切でしょうという表現になりますけどね、回答になってますでしょうかね。参考になれば幸いです。次ですね、エンナさんですね、血液検査のどの項目を見て身長伸びるか伸びないか分かりますかということで、簡単に言うと ALP って数字ですね、骨代謝、骨の代謝を反映します。そのですね基準値が横に書いてあると思うんですけど、その基準値はですね大人の値になってきます。新 ALP IFCC というデータですけども、そちらです113以下が大人の値になってます。113以下だと基本的にはね身長がほとんど止まっているという表現で考えていただいて大丈夫です。はい、次ですね、 M さんですね、寝る時間が大事と聞きますが、寝ている間の時間、寝たタイミングのどちらが大切ですかってことですね。これもねよく受ける質問だと思うんですけども、まずはですねナショナルスリープファンデーションの方のデータで見ていただくと、3から5歳は10から13時間、6から13歳は9から11時間、14から17歳は8から10時間ってですね寝る必要があるんですけども、例えばですけど、まあ、じゃあ10時間寝ることを仮に目標とした場合ですけども、10時に寝て10時間睡眠が取れたら8時に起きるっていうのはペースになってきます。それであればですね、まあ、なんとなくですね生活としては成り立つわけなんですけども、仮にですね
けども、11時に寝たとしたら、9時に起きるわけですね。そうするとさすがに学校にはね、間に合わないっていう形なので、結局学校に間に合わないので、10時間寝れないので、もうちょっと戻す必要があるでしょうっていう表現になってきます。結局、寝る時間を確保するために、ある程度早めの時間から寝ないと、睡眠時間を確保することが難しいので、寝るタイミングも大事になってきます。もっとね、極端な例を言えば、夜中の2時寝てしまって、そこが10時間寝てしまうと、昼の12時に起きるような形になりますので、夜は寝れなくなって、睡眠のサイクルが悪くなってしまいますので、結局は睡眠のタイミングも大事。まずは時間でしょうっていう表現になってくると思うんですけど、いかがでしょうか。はい、次ですね。王さんですね。晩熟型だと見分ける方法ありますかってことで、こちらの、ね、動画ぜひ見てください。晩熟チェック方法ってことで、超簡単な、ね、言い方をすると、髭の生えるタイミングや、脇毛ですね、陰毛の生えるタイミングを見て考えると少し分かりやすいかもしれません。厳密にですね、採血やレントゲンをしていただくとよく分かると思います。はい、次ですね。1、3ですね。僕は鼻毛が出ているんですけど、身長の目に関係ありますかね。どうでしょう。あんまり関係ないと思います。はい、次ですね。Y さんですね。質問です。よく靴下を履いて寝るのが良くないと言われていますが、僕は靴下がないと眠れません。靴下は成長が悪かったりしますかってことですね。靴下が本当に睡眠にとって悪いのかどうかっていうのは、ちょっとまずここが疑問になります。そういったデータがあればぜひね、拝見させていただきたいなと思うんですけども、少なくともこの方、個人に当てはめて考えれば、靴下を履くとよく寝れるのであれば、ぜひ履いていただいていいと思います。快適だと思うことであれば、そんなにね、迷わずですね、実行していただいていいと思いますけど、いかがでしょうか。はい、次ですね。A さんですね。いつも見ています。質問が2つあるのですが、身長を伸ばす方法で、主に胴体を伸ばす方法ってありますか？身長を伸ばすために首を長くする方法は可能でしょうか？この2つが自分が気になっていることで回答をお願いしますということで、胴体だけを伸ばすとかですね、それはどうだろうね。ちょっとなかなか難しいようにも思いますけど、一つ明確に思いつくこととしては、側腕症です。側腕症の方が側腕を矯正すると、胴体を伸ばすことができるというふうな表現になってくると思います。次ですね、首を長くする方法ってことですけども、首長族って皆さんもしかしたらご存知でしょうかね。こう首にですね、こう丸いのをですね、つけてこうね、ビヨーンで伸ばすんですけども、そういった方法があるわけなんですけども、一部分だけをですね、考えると悪くないかもしれないです。全然推奨はしないんですけど、一応ね、可能は可能っていう表現になってきます。具体的に言うと、横から見た時に、首のこの角度によってですね、身長と明らかに違うわけですよね。なので、矯正器具みたいなのを無理やりつけて、トップが高くなるような位置でこう矯正をね、ずっとし続ければ、ある意味、姿勢身長とかですね、計測身長を高めることが可能になりますので、一応理論上は可能でしょうという表現になってくると思うんですけど、いかがでしょうか。もちろんね、推奨してるわけじゃないですよ。はい、次ですね。B さん。朝と夜の身長差が普通2センチになるらしいんですけど、僕は4センチも差があるのは姿勢のせいですかね。筋肉が結構ついてるので、それのせいですかね。ということですね。まずは、こちらの動画ですね。朝と夕方は身長違うってことで、論文がもうすでに出てるんですけど、大体2センチ程度ですね、違うっていうふうに言われていますね。その中でやはり4センチ程度であれば変わる方もいらっしゃるわけなんですけど、まあ、それに該当するというような形になります。で、一つはやっぱり姿勢のせいというのは関係あるかもしれませんね。一方で、まあ、筋肉が関係あるかってことなんですけど、筋肉は朝と夕方の身長差と関係あるとはあまり思わないんですけど、いかがでしょうか。で、こんな感じですね、今日もね、一生懸命配信してきましたけどね、参考になりましたでしょうかね。皆さんも身長に関する疑問がありましたら、コメントの方ね、記載お願いします。身長ビヨーン、バイバイ。身長が一度止まったら伸びることはありますかってことです。おすすめのサプリメントは何ですかというね、質問を受ければ私の場合ですと。第二次成長期いつ頃始まるんですかね。